はい、今回は中島梢三段対星合志保三段の碁を見ていきたいと、思います。三間はね、ちょっと珍しいんですよね。最近では二間がほとんどになりました。この形もね、よく出てきてますね。今回はこの形で打たれました。下がりですか。まあこうね、もともとそんなに地ができないとこなんで、まあこういうと逆に詰めるようなね、打ち方でもいいかなと思います。こんな感じでもね。まあこうなれば、まあ白も満足でしょうか。付け越して反撃されましたね。つけて伸び切って、これ実利が大きいですね。大きくてこの石も取ってますんで、白としては不満ないですね。あとこの白がね、うまくさばければ勝ちが見えてくるかなというところですね。この石も死なないですからね。もう結構勝勢っていうかね、勝ちが近いんじゃないかなと。もね、攻められるような石じゃないですもんね。しっかりつながりました。これもう完勝に近いというかね、逆に取りに行ってますかね、白の方が。ということで、ここで取りようとなりました。もう序盤でここでね、白が1本取って、そこから1回も、まずい手はなかったんじゃないかなと、思いますね。星合さんの鑑賞だったかなと思いました。それでは失礼します。